皆さんこんにちは。この動画はクイズ動画ですね。これからたくさんの写真をお見せしますので、それらの写真がどの市町村で撮られた写真なのかを当ててもらうというクイズですね。全てたくさん写真出すんですけども、全部同じ市町村で撮った写真ですので、それがどこかを当ててもらうというクイズです。東京の場合は市区町村別ですね。だから葛飾区の場合もあるし、江戸川区の場合もあるって、そういう単位ことなんですけども、東京以外の場合は、市町村別で答えてください。それではね、まず1枚目の写真、すでに写っていると思いますが見てください。これはなんてことないね、名所でも観光名所でもない、ただね、道を歩いててパシャッとたまたま撮影したものなんですけど、アサリの研究実習畑なんて書いてますね。アサリっていうのは畑で採れる野菜なんでしょうかね。ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずアサリの研究実習畑ですかね。畑にも見えないですけど、で次、橋なんですけど、この橋の下はですね、これ川じゃないんですね。これね、湖なんですよ。湖を渡る橋があるんですね。で、その橋を渡った先にこんな場所がありますね。なんかこう枯れ草というか草原と池っていうか湖みたいな、湿原っていうんですかね。こういうちょっとした景勝地がありますね。なかなか風情が。ね、これ晴れてればすごく綺麗なんですけどね、ちょっと曇っちゃっていまいちなんですけど、とてもね、すがすがしい場所なんで、ね。この場所に、どこにあるんだろう、この場所は日本の、どこに、日本のどこか、どこにあるんだろうみたいな、なんかそんなのをね、ぜひクイズで当ててもらえればなと思うんですけども。で、次。バス停なんですけど、このバス停もたまたま見つけた、ちょっと面白い名前のバス停ですよね。このバス停からバスに乗ったわけじゃないんですよ。適当に歩いてたら、なんか面白いバス停があったんで、写真を撮ったというね。こういうふうに、観光名所でも何でもないような、場所をですね、気軽に写真をパシャパシャ撮っていけるというのもね、歩いて旅行するメリットだったりするんですけどね。で、次、ちょっと寂しい風景なんですけど、注目してほしいのはもちろん右側にあるちょっとコンクリートの建物というか、みたいなものなんですけどね。これが何なのか、これ何なんでしょうね。何でしょうね、これはね。ちなみにこの風景って、新町っていう歌の、なんか動画に出てきそうな感じですよね。新町って皆さん知ってます？ YouTube とかニコニコ動画で検索すればわかると思うんですけど、ちょっとね、歌うのが恥ずかしくなっちゃうような歌ですよね。そこに出てくるその風景がなんかこれに似てるような気がするんですけど、あんまりヒントにならないですね。むしろ、皆さんのね、思考力を邪魔しちゃってるかもしれない。ちょっと、あんまり気にしないでください。で、次の写真。これはですね、さっきのそのコンクリートの建物に接近して、撮影した写真なんですけど、なんか穴が開いてるんですよね。穴、何のために開いてるんでしょうかね。人がなんか普通に入っていけるような気もするんですけど、でも、なんか行き止まりですからね。別に古代住居ではないし、なんか苔が生えちゃって、廃墟になってるんですけど、廃墟なんですけど、なんでこんなところにポツンとこんなものが立ってるのか、どういうことなんでしょうね。はい、そして次の写真。これは、モニュメントのようなものかと思うんですけども、さっきのさ、コンクリートの廃墟のような建物と関係があるといえばあるし、ないといえばない。関係がないことにしたいというか、関係がない方がいいというか、なんというか はい、次。道の写真なんですけども、こういう道をね、歩いてて、いろんな写真を撮ったというわけなんですけどね。こういう道を歩きながらちょっと気になったところを写真撮っていく、観光スポットでなくても自分でね、適当に観光スポットが見つけていけるという、そういう楽しいウォーキングです。はい、でそれちょっと市街地に戻りまして、はい、これは駅なんですけど、ちょっとね、この駅の駅名が書かれてるんで、そこはちょっとモザイクかけてるんです。ここにね、この駅名が何かっていうのを当ててもらえばいいんですよ。この街の名前とこの駅の名前同じなんで。で、市街地の写真ですね。これ、中心市街地の写真。ちょっと寂しい感じもしますけど、でもなんか夜はね、なんか飲食店街で賑わうんでしょうかね。
なんか街灯なんかもついてますけど、街灯と信号機の黄色い色がね、そっくりですね。ちなみに私はこうやってこう市街地の商店街の写真撮るときに、信号機が黄色の瞬間に撮影するのが好きなんですよ。どうしてかっていうと、まあ、信号機ってさ、赤と青の時間が長いじゃないですか。だから赤と青の時撮影すると、なんかその止まって見えるっていうのかな、風景が止まって見えるんですよ。だけど黄色の時に撮ると、なんか黄色の瞬間ってさ、不安定ですぐ赤になるじゃないですか。そのなんていうの、不安定さがなんか動きをね、醸し出せるんですよね。だからなんか黄色の時に撮ることによって、なんかこの街に動きを見っていうかさ、そういう感じがするんで、私は信号機が黄色の時に撮るっていうのが好きなんですけどね。まあそれはどうでもいいんですけども。まあ次の写真。これはね、これも割と市街地に近いといえば近い、近くないのかな？いや、近いっていうか、まあ。まあこれね、ほとんどね、ノーヒントっていうか、もうこれ、この風景で分かってほしいっていう感じなんですけども。まあね、建物がね、まあサイロですかね。サイロがポンポンポンと立ってるんですけどね。何なんでしょうね、これはね。どうしてこんなところに立ってるのか。ね、サイロがあるけど牛はいない。なんで牛はいないんでしょうね。はい、次の写真。これはまあ何気ない、こう、ちょっと錆びれちゃった感じのお店と、まあ、ね、ペイントが剥げちゃった駐車場と、なんかフルタイヤが転がってますけど、まあ何気ないね、街中の風景ではあるんですが、これかなりヒントですね。ヒントだっていうこと、これは大ヒントなんですよっていう発言が、まさに大ヒントです。これ以上は言わない。はい。次の写真。これはね、こういうね、港町があるんですよ。港町っていうかさ、港をちょっとね、上からこう展望してるような風景なんですけども、結構賑やかですよね。賑やかです。で、この港の近くにはこんなね、石じゃない、岩がありますね。柱状節理っていうんですかね。こうちょっと、まあ、観光スポット的な、なんか石というかね。なんかこのかまぼこみたいな形してますけどね。まあ、こういう岩がありますと。で、このね、この岩があったりとか港町があるんですけど、その港町から丘をね、ぐんぐん上がっていったところに、まあ、こんな駅があるというか、あったというべきだ。で、さっきお見せした港町にはたくさん人住んでるんですけど、ちょっとね、この駅とね、離れちゃってるんですね。で、それでね、この駅の周りにほとんど家がないんですよ。それで、最近になってこの駅が廃止になってしまいましたね。ちょっとね、この駅はね、この町の中心部からも結構、割と近いんですよ。歩いて1時間ぐらいで行けるんで、この町に来た時にね、宿泊施設として利用したことがありますね。駅ねってやつなんですけど。でも廃止になってしまったんですね。やっぱりね、利用客は少なかったですね、やっぱね。なかなかね、こう優雅な名前というか、そのロマンティックな駅名だったんですけどね。なんか、まあそういう感じなんですけど。さあ、だんだん分かってきたんじゃないでしょうかね。分かってきませんか？なんとなく、都道府県名分かるでしょ？市町村まで分からなくても、ここまで見て、あそこの都道府県、あそこだろうなっていうのは、そのくらいなんとなくなんとなく察しつきませんか？いや、視聴者の皆さんは不愉快にさせるのは良くないとは思いますが、ここまで見て、都道府県レベルでもし分からなかったら、ちょっとね、日本の風景知らなすぎだと思いますよ。市町村まで分かんなくてもいいけど、都道府県ぐらい分かってほしいですね。でもまあ市町村はね、ちょっと難しいかもしれませんけど、最後の写真、これで分かるかもしれない。行きましょう。はい。これですね。これはね、駅前にこういうね、ポールというか、立ってるんですよね。北方領土は日本の領土。2月7日は北方領土の日。へえ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。って感じなんですけど、いかがでしょうか。このね、16枚の写真から、市町村名分かりましたかね。どの辺で分かりましたかね。最後の写真で分かっても、最後の写真で分かりましたかね。まあそんなわけでね、もうこれも知ってるか知らないかみたいなとこあるんで、もう正解発表の方行きたいと思います。はい、正解発表ですね。正解は、根室です。北海道根室市ですね。それではね、最初から写真を振り返ってみましょう。はい、アサリの研究実習畑というんですけど、これはもう、アサリはまあ海沿いだってことはわかると思いますけども、アサリなんて別に根室じゃなくても取れますから、まあ根室でもアサリは取れますけども、
これはまあただ海沿いであるってことをまず確認するための写真であって、それ以上の意味はないですね。はい、次。これね、オンネ島大橋っていうか、あの橋なんですね。で、オンネ島っていうその湖を渡ってる橋ですね。国道44号線かなの橋ですね。うん。で、次。これはね、春国帯という湿原ですね。春国帯。根室市内、根室にあるんですけど、なかなかね、風情、綺麗なとこなんでね、おすすめですね。オンネ島の近くにあるんですよ。オンネ島のそのほとりにあるのが春国帯という湿原なのかな。うん。海と湖に囲まれた湿原地帯ですね。はい、次。ふらりバス停。まあ、そうですね。これも、これで根室ってわかる人はいないかもしれませんけど、でも、やっぱり、ふらりというちょっと変わった地名、そして待合室がついてるってことからして、やっぱり北海道じゃないかっていうことは察しやつくと思うんですけどね。つかない、つく、ついてほしいなというところですかね。うん。そして次。これね、トーチカっていうんですけども、そのなんかね、コンクリートのこの廃墟なんですけど、なんかね、その、まあ、砲台っていうのかな、ここに、このコンクリートの中に、その兵隊が隠れて、なんかこの、なんていうの、大砲をバンバンって撃つっていうか、なんかそういう、なんていうのかな、戦争関係の施設の廃墟なんですよね。まあ、私も詳しいことは知らないんですけど、根室市内にこういうのが残ってるんですよね。うん、ポツンと。もうあんまり観光のガイドブックとかにも載ってないですからね、あんまね、こういうのはね。でも結構ね、物悲しそうな雰囲気が、ね、いい雰囲気、いい雰囲気って言っちゃいけないけどね、戦争の残骸ですから。まあそういう場所があります。で、接近するとこんな感じなんですね。人が一人入れる。一人一人じゃないな。たくさんっていうか、3、4人は入れるような大きさがありますね。で、次ですね。そして、これはね、島の架け橋っていうモニュメントなんですけど、根室市の東の方にある、ノサップ岬にありますね。ちなみにさ、北海道にはノシャップ岬っていうのあるんですけど、ノシャップ岬の方は、稚内ですね。ノサップ岬が根室ですよ。北海道ってさ、似たような地名とかいろいろあるんで、めんどくさ、わかりづらいですよね。他にさ、屈斜路湖と屈斜路湖っていうのありますけどね、皆さん知ってます？屈斜路湖は、弟子川にあるんですけども、まあ、カルデラ湖ですかね。弟子川って非常にこう、観光資源に富んでますよね。摩周湖とか弟子川とかさ、硫黄山とかいろいろあってね。で、屈斜路湖はね、浜頓別ってとこにありますね。うん。まあそういう風にちょっと紛らしいんですけども、根室にあるのはね、ノサップですのでね、ちょっと間違えないようにね、よろしくお願いします。はい、次の写真。これはまあ道路なんですけども、これ北海道ってわかるでしょ、これで。わかりますよね、これ。この矢印、この道端に上からこう、下の方を指さしてるこの矢印、これ矢羽根って言うんですけど、矢羽根って言うんですけど、これ北海道独特のものなんで、これで北海道っていう風に気づいてほしいなという話なんですけどね。まあこういうね、草原に囲まれた、まあ北海道ってまあ大抵草原なんですけどね。まあ根室ってのは特になんか草原と丘って感じしますよね。根室って根室の草原ってさ、鹿とかもよく出ますよね。根室ってほんと鹿出ますよね。ほんと市街地のさ、市街地からちょっと歩くだけで草原があって、そこに普通に鹿がぴょんぴょん跳ねたりしてますもんね。鹿って面白いですよね。鹿ってなんかあんまり人を恐れないっていうかさ、ね。まあいいや。とにかく次の写真。これは根室駅ですね。もうそれ以上でも以下でもないんで、それ、うん、根室駅。うん。根室本線の終着駅、根室駅ですね。はい。で、次の写真。これ市街地の写真で、なんか私は黄色信号が好きだって言いましたけど、ちょっと見にくいとは思うんですけど、交差点名のところにさ、ロシア語表記がちょっとね、書かれてるんですよね。うん。別にその根室にそんなにロシア人がたくさんいるってわけではないんですけど、いや、でも少しはいるか。そんなにロシアの人がね、めっちゃたくさんいるって感じしないんですけど、でも根室市内はロシア語表記とか非常に多いですよね。うん。で、次。これはね、サイロがポンポンポンと立ってるんですけど、根室市内にある明治公園っていう公園なんですね。なんか牧場の後に建てられた公園みたいで、まあ、根室の開拓の歴史を今に伝えるっていう感じでしょうかね。まあ、根室の象徴的な公園ですよね。なんか明治公園ってさ、なんか東京にもあるみたいですけど、なんかフリーマーケットとかやったりするらしいですけど。でもまあ私は明治公園って聞くとやっぱり根室の方を思い出すんですけどね。で次、これはただのちょっと
ね、シャッターの降りちゃったお店なんですけど、注目してほしいのはね、その、まさき商店って書いてある右にね、なんかロシア語っぽいなんか表記があるじゃないですか。なんか、MACAKN? みたいな、なんかよくわかんないけど、なんかこのロシア語っぽいのを見て、あ、ロシアといえば、あ、根室かなって気づければいいですねっていう、そういう話なんですけどね。で、次の写真は、これ花咲港っていうさ港なんですけど、結構人多いですよね。花咲ガニなんて有名ですけどね。で、結構大きな市街地の近くにこのね、石じゃなくて岩があるんですけど、これ車石っていうんですよね。うん、なんか車じゃない、タイヤみたいだからなのか、タイヤっていうか車輪みたいな形してるからなんでしょうかね。まあ、こういう柱状節理の岩があります。そしてこの花咲港の、花咲港から丘を登っていったところにあるのが、てかあったのが、この花咲駅なんですよね。花咲駅は根室から2つ目の駅で、まあ花咲港に近いっちゃ近いんですけど、ただね、そのね、駅の周りに全く家がないんですね。うん、で、やっぱりその根室市内に行く人は、やっぱり花咲港の方からバスでも行けますので、だから花咲駅利用する人が非常に少ないんですよね。だから釧路方面、釧路札幌方面に行く人が利用してくれればいいんですけど、ただそういう移動の仕方があんまりないというか、それだったら自分のね、自動車を使って根室駅に行って、そこに駐車場にね、止めていくっていう方が普通ですから、やっぱり花咲駅を利用する人っていうのは、まあ、結局あんまりいなかったってことなんでしょうね。廃止になってしまいましたね。で、最後の写真、北方領土は日本の領土っていう、これはやっぱりさ、根室は、やっぱり一番北方領土のね、文字をよく見かける場所ですからね。まあでもさ、北方領土は日本の領土なんだよ、関心持ってくださいよってことなんでしょうけど、ただ、その、ロシアが全面的に悪いとも言い切れない面があると思うんですよね。だって、ソ連の時代に、ソビエト連邦の時代に、なんか、占領したわけでしょ？占領っていうか、まあ、不法占拠みたいな感じで。で、それをロシアは引き継いでしまったと。で、まあ、その時にね、あ、すいませんでしたね。って言って返してくれればそれでよかったん。それでもう平和的になってたんでしょうけど、ただなんかそこをずるずる引きずってしまって、ロシア人がもう住み着いちゃってるとなったら、簡単には返しますとは言いにくいっていう、そういうロシア側の立場も、まあ、わかるんですけどね。うん。わかるんですよ。だから、だからその北方領土に、その、なんとか島は我がロシアの領土っていうさ、そういうなんかモニュメントが立ってたらさ、日本人としてはなんかすごいなんか、ちょっとなんか、腹が立つっていうか、なんか気分が悪いじゃないですか。だから、こういうモニュメントを建てなくても、やっぱり北方領土問題っていうものを、やっぱり知っておく必要があるというかね、うん、こういうふうにアピールする必要がないという意味でね、本当の平和をちょっとね、まあなんとかね、その完全にこの返還、その北方領土を完全にそのロシアから完全に切り離して、もう日本を返してもらうっていうのはやっぱりもう難しいでしょうか。だってロシアの人も住んでるわけですから、もうここは日本に返すんだからお前たち出ていけっていうわけにはいかないじゃないですか。だから、ねえ、やっぱり共同管理とか、まあ2島返還でとりあえず平和的にね、握手しましょうなんていう話もありますけど、まあ結局日本もちょっとは妥協しなきゃいけないってことになるんでしょうかね、やっぱね。うん。まあその北方領土問題話したわけじゃないんでね、この辺で終わりにしたいと思います。根室でした。はい、ありがとうございました。